Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日はですね、ちょっとやらなきゃいけないお仕事がとてもたくさん溜まっているので、ちょっと最近ね、家の近くになんかこうテレワークの人用のカフェができたというのを聞いたので、ちょっとそこに行って作業をしたいと思います。で、まあ結構家の近くなのでそんなに混んでるカフェじゃないと思うので、ちょっとそこに行ってみたいと思います。でですね、私結構カバンが大好きで、すごいちっちゃいカバンと、あとそのパソコンとか持ち歩く時の大きいカバンっていうのの2つにこだわってるんですけど、今日はですね、パソコンとか持っていかなきゃいけないので、ちょっと最近ね、見つけたすごいおすすめのバッグをご紹介したいと思います。ロスケッツ。パソコンとか持ち歩くとき、私ほとんどずっとリュックなんですけど、なんでかっていうと結構パソコン重たいので肩の負担にもなるし、リュックが好きなんですね。で、今回ご紹介するリュックはこちらです。じゃじゃーん。これめっちゃ可愛くないですか？そう、これめっちゃ可愛くないですか？なんか、結構私北欧ブランドのデザイン、シンプルだけど可愛いみたいなデザインが好きなんですけど、こちらはですね、スウェーデンのガストン・ルーガさんのバッグでございます。で、実はですね、私がイギリス留学中にもリュック の, ご提供をいただいたんですけれども、今回もまたご提供いただきました。で、ですね、とにかく私こういうカバンずっと欲しくって、もうこれ本当に提供とかじゃなくって、こういうカバンをずっと探してたんですね。で、でもなかなかね、やっぱり流行ってる、めちゃめちゃ流行ってるやつだとちょっとこうね、今更買っても抵抗感があるし、でもなんかこうパソコンにもいいし、 iPad とか入るし、なんかちょうどいいそのサイズ感だったりとか、ちょうどいいそのポケットの数っていうリュックに出会えてなくって、で今回ご提供のお話をいただいて、あ、これもずっと前から欲しかったのでこちらご提供いただきました。ありがとうございます。はい、というわけでちょっとバッグを紹介したいと思います。で、一番最初に私はいろいろリュックを使ってきたんですけれども、何がいいかっていうと、やっぱりヨーロッパとか旅行でもリュックは使いたいですよね。リュックって旅行とかちょっと大きいものを運ぶときに絶対使うと思うんですけど、私は日本は結構治安がいいので、そんなに意識はしてないんですけれども、やっぱりヨーロッパに行ったりとか旅行にするときに使えるバッグっていうところをすごい重視しているので、防犯だったりとかちょっと治安の問題っていうのも考慮してリュックは買うようにしています。で、これなんですけど、まずはじめにうち前のポケットがあって、これがここにね、ちゃんとチャックがついてるんですよ。なのでここに例えば私はまあこういうね、アルコール除菌のものだったりとか、あと鍵とか、あと最近エコバッグ、あとはちょっとその定期入れみたいなものとかを入れてるんですけど、これも私の感想から言うと、これだけだとすぐにバッて開けてパッて取られるし、なんならちょっと間違えて開けっぱなしにしちゃった時とか危ないじゃないですか。で、逆にこっちだけだとこれパッて開けてパッて 取られちゃうので、この二重構造っていうのが、まあ、ちょっと手間ですけどいいなってすごい思います。で、次、まずね、横にこういう水筒を入れるところがこっちにもついてるんですけど、やっぱり私はドイツとかにいた時は絶対水筒を持ち歩いてて、なんでかっていうと、まあ、水の、ね、値段が高かったりとか、ペットボトルもファンドがあったりとかしたので、まあ、エコのためにもこういう水筒を持ち歩いてるんですけど、これがねちゃんと2本も入るっていうのはいいかなと思います。だから1本水筒で1本買った、なんだろう、ペットボトルとかでもいいかなと思います。で、次の防犯ポイントはここですね。これめっちゃ大事。日本では全然いらないと思うんですけど、これがあることで、まずこれがなかったらこういう風になっちゃってて、もうこことか大きいポケットなんですけど、もうベローンって開いてバッと取られちゃうけど、
これがあることでこういう風になって、はい、ここ開いたとしてもここで止まるし、こういう風に開けられてもガバって開くことがないので、これはいいかなと思います。なのでね、これね意外と大事なんですよね。そうで、次ここ大きいポケットなんですけど、大きいポケットはこういう風にねガバッと開きます。で、中がね赤なのもすごい可愛いし、これ中が黒だったらどこに何が入ってるか分かんなくなっちゃうと思うんですけど、ちゃんとねそういうのが分かっていいなって思います。でここなんですけど、まず最初にちょっともっこりしてるというか、ちょっとこうクッションが入っているポケットになっていまして、ここにね iPad とかが入るようになってます。私は iPad とノート入れてるんですけど、こういう感じで入れられます。でここは結構マチがねしっかりあって、あのこれ日記なんですけど、日記とかまあいろんなもの、充電器だったりとかいっぱい入ります。で次ここなんですけど、これめっちゃ嬉しくって、なんでかっていうと、ここは結構鍵とか入れちゃうので、なんか鍵とかを入れるときにリップとか小物化粧品とかをここに入れとくとね、たまに鍵を下からふんってふんって出すときに一緒になんかリップがゴロゴロって下に落ちたりとか、そういう経験が私はあるんですけど、皆さんどうでしょう。そういう経験があるので、ちょっとここにねリップとか小物を一緒に入れておくのはなんか気づいたら知らないうちに落としてそうで怖いので、ここにそういう小物が入れられるのがすごい私的にいいなと思います。でここになんかこういうイヤホンだったりとか、まあエアポッツとか、あとこういうね使ってるリップとかいろいろこれリップとか入れられるのでおすすめです。そうこれね本当にこの形って学生の方でも社会人の方でもあのどなたでも使えるデザインなので、すごいいいなと思います。すごい色もね何色もあって、本当に私このバッグ超使いやすいなって思ってるので、本当におすすめです。で次ね、やっぱパソコンを使うお仕事だとパソコン絶対持ってかなきゃいけないじゃないですか。まあ持ってかなくてもいいんですけど、私の場合はパソコンがマストなので、こういう感じで iPad MacBook Pro の13インチなんですけど、私のは13インチがすっぽり入ります。でここもあのクッションがついてるので、別にそのパソコンのなんだろうケースに入れてからここに入れることもいいと思うんですけど、私はもうこのまま入れちゃおうと思います。でまあちょっとここにハブがついてるので13インチですけど、ちょっと、まあ、ハブもちゃんとしっかり入るぐらいの大きさになっていて、15インチが普段は入るみたいです。そうでね、最後おすすめポイントの最後なんですけど、ここですね。これこのポケット超重要なんですよ。あのヨーロッパとかだとやっぱお財布とかね、まあ二重になってるからここに入れたい気持ちはすごいわかるんですけど、ここはね正直ちょっと安全ではないですね。まあ二重になってるから安全だけど、あのちょっとゆっくり信号とか待ってたらすごい上手いスリの人はもうここでも取れちゃうレベルなんですけど、ここってね背中で背負ってる部分にこういうちっちゃいポッケがついてるんですよ。なので私も今ここにお財布を入れてるんですけど、背中にお財布が入るのですごい安心できます。なのでね、私これあのこのポケットは以前のガストン・ルーガさんのリュックもここにポッケがついていて、私はイギリスにいた時もここにいつもあのお財布を入れてたんですけど、本当にこのポッケは超重要なので超おすすめです。そうまあ日本ではねそんなに問題ないかなとは思うんですけど、まあでも日本でもねあの用心することに越したことはないので、ここにあのお財布を入れるのはいいと思います。まあ、ちょっとちっちゃくないと入んないけど、ね、長財布とかだと入んないですけど、そう入れられるのでいいと思います。で
ちなみにここなんですけど、これはなんだ、これはトランクとかを使う、旅行の時はトランクの取っ手をこの中に入れて、このリュックをこういう感じでトランクの上に立てることができます。そうなのでね、このリュックって本当にいろいろなことを網羅していて、仕事のパソコンを持ち運ぶ時とか、学生さんでまあその iPad とか持ち歩くかわからないですけど、水筒とか持ち歩きたいし、ちょっとおしゃれなカバンが欲しいし、結構いっぱい入るものが欲しいっていう学生さんにもいいと思います。高校生とか、あとは大学生でまあパソコン持ち歩くとか、あの部活とかサークル入ってて荷物今日多いなとか、そういう時もこれ使えますし、それこそ海外旅行とか行く時にも使えるので、これ本当に超おすすめのバッグです。で、実はですね、今回この私の大好きな北欧デザインのガストン・リューガーさんからこのバッグをご提供していただいているので、私の詳細欄を見ていただくとプロモーションコードがありまして、プロモーションコードを使っていただくと 15% オフでバッグを購入していただけます。でさらに、今の期間ですとホワイトデーキャンペーンというものがありまして、ホワイトデーキャンペーンでもともと 10% オフで、そこに私のプロモーションコードを入れてもらって 25% オフで購入していただけるので、まあ、どなたかにプレゼントするでもいいですし、なんかお子さんにプレゼントするでもいいと思いますし、友達にプレゼントするでも自分にプレゼントするでもいいと思うので、ぜひ買ってみてください。超おすすめでね、本当に可愛くない？しかも私リュック大好き人間なので、本当にリュック買うときは結構吟味して買うんですけど、そう、私の重要なポイントはポケットがいっぱいあるか、でもありすぎるわけじゃなくってちょうどいい多さで、防犯に優れているリュックで、3つ目が、デザインが可愛いで、4つ目がそうですね、クッションとかやっぱパソコンとかが安全に入るかっていうところが重要ポイントになっているので、それはねこのリュックは全て叶えてくれてます。やっぱりスウェーデンのブランドっていうことだけあって、こういうねポケとかちょっと日本ではあまり必要ないというか、あんまりこう重要視されていない部分もディテールが細かく入っているのですごくおすすめです。でね、なおかつもう布もめっちゃ軽いので、もともとのリュック自体はすごい軽いので、パソコンとかね入れてさらに重くなっちゃうみたいなのだとちょっと私チビなので重たいのもあれなんですけど、このリュックは本当にちょうどいい重さだし、まあ、パソコン入れてもまだ持ち上げられるレベルなのでおすすめです。はい、というわけで今日はですね、私のおすすめの、学校にも使えるし、お仕事にも使えるし、旅行にも使えるこのリュックをご紹介しました。もうね、本当にご提供のお話をいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです。私リュック大好きなので、いつもこうちょいちょいね、新しいリュック買おうかなと思ってチェックしていたので、まさかこんなご提供いただけるなんて本当に嬉しく思っております。皆さんもね、ぜひこのバッグお揃いでもいいですし、違うバッグでも本当に可愛いデザインが多いので、ぜひ他の人とちょっと違ったリュック持ちたいっていう方はね、ぜひ下の詳細欄からホームページを見てみてください。はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が面白かった、参考になったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはいつも通りインスタグラムとツイッターも更新しております。そちらもフォローよろしくお願いします。あとこういう動画も見てみたいなどのリクエストございましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.